この放送はもっと楽しく感じるままに技術の日産、東洋ゴム工業、ミノルタの提供でお送りします。昨年に続きまして行われますツーリングカーのビッグレース86国際ツーリングカー耐久レースが行われます富士スピードウェイに来ております。5時間に及びますこの耐久レースなんですけれども、このゲストにはですね、数々の栄光、74年そして76年77年というグランドチャンピオンになりました、高原紀之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。そして解説の方なんですけれども、赤井さん、そして実況ヤハシアナウンサーでお伝えしてまいります。よろしくお願いします。ヤハシです。赤井です。よろしくお願いします。そしてピットレポートの方は永田康和さんです。永田さん、よろしくお願いします。はい、永田です。よろしくお願いします。ところで高原さんはね、グランチャンの、チャンピオン何度もなられてるわけなんですけれども、今スタート前こうやって並んでいるこの時の心境ってのはどうなんですか？そうですね、緊張感は一番高まる時なんですけども、スプリントレースと違いましてね、やはり5時間の長丁場ですからね、スプリントレースに比べれば緊張感は低いんですけども、やはり、ドライバーとしては一番イライラするし、やっぱり我々もね、ドキドキがね、だんだん高まってきますもんね。そうですね、伝わってきますね。さて、今日のインターテック86ですけれども、5時間の耐久レースということなんですが、グループ A のツーリングカーによります耐久レースです。グループ A カーといいますのは、簡単に言いますと、私たちが街で日頃見慣れている車をエンジンやサスペンションを決められた規格の中で安全を主体にしながら大幅に改造した車なんです。しかし形は元のままですから、大変親しみが持てるんですね。ファンが大変多くなっています。そして来年はこのインターテックも国際選手権に参加するということで、今年はその前哨戦として盛り上がることが期待されております。さて、今日のこの富士スピードウェイのコンディションなんですが、天候は曇りです。風はほぼ無風、10時現在気温は11度、湿度は 75%、 コースの路面状態はドライということなんですけれども、高原さん、この今日の天候どんな風にご覧になりますか？そうですね、耐久レースには非常にコンディションがいいと思います。はい、路面温度も適切ですし、乗ってる方としましてもね、レーシングカーの車内温度はだいぶ上がりますが、このぐらいですと総汗もかかずに済むし、乗ってる方、機械の方とも割と楽なコンディションだと思います。いいですが期待できるというわけですね。 それでは早速、昨日行われました予選の結果と順位をここでお伝えしてまいりたいと思いますが、昨日はこの富士スピードウェイ大変にご覧のようにいいお天気に恵まれました。ポールポジションを取りましたのが51番のジャガー XJS、TWR のオーナートム・ウォーキンショー自らが1分35秒615のタイムをマークしております。2位にはこの2番の三菱スタリオン中谷が1分35秒846と見事にフロントローを分け合いました。3位には52番のジャガー1分35秒936、昨日の2回目のタイムアタックでトラブルがあったのがちょっと心配です。4位にはトミカ P ダッシュスカイライン1分36秒410、長谷美勝という F 級ドライバーコンビです。さて、5位には昨年の覇者ボルボ 240T、 6位7位にはゴールデンコモドール不気味な存在です。9位にはもう一台のボルボ、そして日産ワークスともいえる和田鈴木組の日産スカイライン RS パートは10位です。19位フラリオンスカイラインはよくご承知の俳優岩城浩一選手と3着のコンビプラス2のベンツ 190E2.316 もここにおります。そして17位18位にはプラス3のスカイライン、19位に無限シビック、そして20位にトヨタトムスカローラ FX とプラス1の車が顔を見せてくれて、今クラスというご紹介をいたしましたけれども、このインターテック排気量によってクラス分けがなされております。プラス1 1600cc 以下、プラス2は 1601cc から 2500cc まで、さらに 2501cc 以上のプラス3と、このように分かれてそれぞれクラス優勝もかけられております。なおターボ搭載車には排気量にターボケース 1.4 がかけられ換算された排気量になってクラス分けがなされております。さて、出場の主な車をご紹介してまいりましょう。まず国産勢日産スカイライン、クラス3では最多出場者として人気があります。この23番鈴木和田組は全日本のポイントリーダーです。また国内選手権シリーズでエントリーの約半数を占めておりますのがトヨタのカローラルビンとカローラ FX、 1600cc プラス1の勝敗企業ながら国内4戦のうちそれぞれ1勝ずつを挙げております。さて、外国勢ですね、まずボルボです。空飛ぶレンガ、フライングブリッジと呼ばれる箱型マシーン、ご承知の通りの昨年のインターテックの覇者です。
BMW635CSI インターテックには2台が参加しております。おなじみの車です。今年は TCC でも大活躍。この28番はシュニッツァーのチューニングです。さて今年のインターテックでポールポジションを取ったこのジャガー XJS TWR トム・ウォーキンショーレーシングが作れました 5300cc のビッグマシン、84年のチャンピオンです。同じくノンターボ 5000cc というビッグマシーン、日本にはあまり馴染みのないオーストラリアのオールデンコモドール420馬力というエンジンを積んでいます。そしてこちらも日本初登場のローバービテス、今年の TCC 開幕から2連勝クラス優勝も成し遂げました、TWR がメカとドライバーを応援に送り込んでいます。最後におなじみのベンツ 190E2.316 ですが、クラス2というところなんですが、スピード耐久性ともに優れています。さて、52台が総合優勝、クラス優勝を目指して5時間のレースに臨むわけなんですが、各クラスごとの状況も随時お伝えしてまいります。さて、それぞれスタートポジションに現在ついているわけなんですが、本当にスタートを今よそしと待っております。今回の公式ペースカー、セーフティーカーをご紹介してまいりましょう。まず公式ペースカーですが、トータルエアロダイナミクスを追求した美しいフォルムに、今年ルマン24時間レースで完走を果たした V6 3000ツインカム24バルブエンジンを搭載したソウルシンクロマシン、ニュー日産フェアレディ Z 2シーター 300ZR です。またローリングスタートで最高峰を走るセーフティーカーです。レーザーアルファ 7M ツインカム24ターボが生み出す最高出力ネット230馬力のハイパワー、4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションで操縦安定性と乗り心地を実現したトヨタスープラ 3.0 GT ターボです。ローリングスタートを前にエンジンがかかり始めました。高原さん、本当にこう興奮がどんどん高まってくるという感じですね。そうですね。さあ、ローリングが始まっております。コース上のマシーン、本当にエンジンを吹き上げます。これからローリングがスタートされるわけなんですが、参加台数は52台。果たして5時間後ここにまた戻ってくる、トップで戻ってくるのはどの車でしょうか。スタート30秒前が出されました。スタンド全体が緊張してこのスタートを見守ります。長い長い5時間に及ぶレース、まもなくスタートが切られるわけであります。さあ、今はまだ静かに眠ったような感じですが、その雄たけび、本当にエキゾーストが高らかにこの富士スピードウェイを包んでおります。ポールポジションを取りました51番のジャガー、そして2番の三菱スタリオン、世界の名車が勢ぞろいしています富士スピードウェイ。さあ、ローリングが始まりました。このあと一周は追い越しができないということになっております。この体系は予選順位に並んでおりまして、もちろんご紹介いたしましたジャガーがポールポジションを取っているわけであります。そして各社、今これはタイヤの温度を温めるために左右に車体を振っています。高原さん、このタイヤの温度を高めるという作業は大変重要なんですよね。そうですね、1周目からベストコンディションで行きたいものですからね、はい、このローリングのシーンを温めると。ペースカーが最終コーナーでピットロードに入りまして、シグナルがグリーンに点滅してコントロールラインを追加した瞬間から正式なスタートとなるわけでありますが、各社今第1コーナーを回っていきました。ちょうど我々の放送席がメインスタンドのところにあるんですけれども、その大きな響きが今遠のいております。第1コーナーを各社が大きく回っているところ、そしてこれから 260R、100R、ヘアピンと続いていくわけです。しかし各社のまだタイヤを温める作業が続いています。こういう時はどうなんですか、中原さん。もうレースはスタート一応はしてますよね。そうですね、もう正式的にはレース入ってます、はい。この作戦、スタートダッシュ、いろいろあるんでしょうね。そうですね、これからヘアピンすぎましてね、はい、試験のあたりで隊列を整えるわけなんですけども、はい、今ちょうどこのヘアピンあたりはさあスタートどうしようかという作戦を練っている途中じゃないですか。なるほどね。さて、この富士スピードウェイなんですが、ほぼ楕円形で1周は約 4.2 キロあります。これをおよそ1周1分40秒くらいのラップタイムで、クリアしていくわけです。まあ、このツーリングカーの場合、クラスがいろいろ分かれていますので、そのクラスによってタイムは違いますけれども、大体1分40秒から45秒くらい、そのあたりでね、ずっと回っていくわけであります。さあ、これから試験に入るところです。それでは、実況の矢橋さん、よろしくお願いします。はい、それでは、赤井さんの解説を交えながら今日お伝えしてまいりたいと思います。とにかく外国勢圧倒的優勢というマイクロバンを覆しまして、まあ、ポールポジションこそ
ジャガーに受け渡しておりますが、中谷、ジョンとスタリオンが2番手に、そして蓮見たちのスカイラインが4番手につけています。ファーストロー、ジャガー、スタリオン、セカンドローがジャガー、スカイライン、そしてサードローに昨年の覇者、ボルボと、そしてコモドールがついています。コモドールの2台が予選の6番手、7番手、今各社が次々とニューコーナーをクリア、そしてもう先頭は最終コーナーに出てまいりました。和田、鈴木、アグリ、現在の国内のポイントリーダー組は予選10番手からです。そして小さい方ではカーナンバー15のシビック、カーナンバー7のカローラ FX、 さらには11のレビン、この辺りが予選19、20あるいは25位あたり、いいところにつけています。さあここでペースカーがコースを離れました。ピットロードに姿を消しました。シグナルが変わっていよいよスタートです。シグナル変わった、いよいよスタートになりました。これから難しい分かった長馬、先頭を取っているのはジャガーです。ジャガー2台が早くも点数ノートを出して第1コーナーの方に向かっていますが、その後ろに浅見選手がつけているようにスタリオンも4番手あたりいい位置をキープ。中井さん、早くもどうやらジャガーワンツーフォーメーションの形になりましたね。そうですね、あのコモドールね、ボルテのコモドールも3番手あたりにますね。これはちょっと予想外です。そうですね、やはり、今回ちょっと注目の車、ホールデンコモドールが3番手、その後ろに長谷選手がどうやらつけているようです、その後ろが中谷選手ですか。中谷選手の2人もいますね、はい、その後ろが、はい、一周でどのくらいの差を先頭からつけられてしまうのかと、これが一番気になりますね、ジャガーの、ね、スピードが最高速で180キロぐらいです、ね、はい、ですから、その後のスカイラインのショートあたりが2人あたりですが、はい、このチープ少しやっぱ一周で、ね、2キロ、3キロというスピード差ですから、そうですね、約50メートルつくかどうか、はい、なるほどですね、まあ、昨日の予選では国産勢もの非常にいいタイムを出してですね、その差を金賞の範囲内にとどめているんですけども、はい、決勝でこれがどこまで通用していくか、やはり長丁場ですからね。そうですね、特にストレートが長いですからね、はい、大きな馬力の大きなエンジンの車が速いっていうのもね、ちょっとそのあたりの予想がまだつきませんね。そうですね、さあ難しいニューコーナーを越えまして、やがて最終コーナーに姿を見せてまいります。ジャガーのブリティッシュグリーンのマシンが印象的に直線ですが、その後ろコモドールもよくつけています。そして長谷口の車はちょっと遅れましたね。少し遅れましたね、はい、ジャガー、コモドール、その後ろにスタリオンがつけています。それからコモドール、細見選手ですか、はい、あとボルボ2台が少し遅れてますね。少し遅れていますね、まあ、このボルボの動向、やはりこれがね、前回昨年あれだけの強さを見せてくれただけに、はい、期待も大きいんですかね。昨日選手の話ではやっぱりストレートがね、少しスピードが乗らないと。あ、そうですか、まあ、格好がね、前後の、はい、前後のような格好をしてますね、はい、空気抵抗がやや悪いんじゃないかという話をしてますね。なるほどね、点としてジャガー2台が頭を押さえています。前を行くのがポールシッターの方です。カーナンバー51、現在は Walkinshaw選手がドライブしています。そして後ろがチームオーナーですか。チームオーナー、そうです、はい、チームオーナーで昨日ね、このスタリオンに一旦ポールのタイムを覆されまして、それを2回目の公式予選でね、また覆すという、そうですね、素晴らしい回答を見せました。このジャガーですけどね、タイヤが前と後ろ同じサイズなんですね。普通は違うんですが、このストレート長いところのテープの考えで、少しリアのサスペンションのことを考えると、そうですか、フロントタイヤをリアにつけてます。なるほどね、4人とも同じサイズで、それでスピード稼いでますね。早くもジャガーチームはですね、タイヤ交換の準備をしている感じなんですかね。タイヤの話をしたら、これはボルボのところもやっておりますし、もう一度フットの方もですね、最初からもう体勢を完璧に整えてレースに臨んでいるという気がいたします。そうですね、滑りやすいという話をドライバーしてましたので。そうですね、その指摘はちょっとね、日本人ドライバーからあまり聞いたことがありませんかね。そうですね、先頭として先頭カーナンバー51、続いて52とジャガーが2台、その後ろにカーナンバー14のゴールデンコモドールがつけています。そして中谷選手の下に4番手をキープして先頭であります。その後ろにもう1台のコモドール、そして風見選手は現在4番手、スカイラインをドライブしてコモドールという車ですけどね、はい、日本にはちょっと馴染みが薄いんですが、オーストラリアのコールデンという会社の車ですね、はい、この車はヨーロッパのツーリングカー選手権を走ってまして、今3位を走っているのはオーストラリアのピート・ブロックという超ベテランの車で、オーストラリアではもう日本の細見選手、あるいは中島選手、そういう、ね、トップドライバーなんですね。なるほどね、そのブロック選手とモハットは組んでおりますが、この14番のオールデンコモドール VT
てあります。さあここでコモドールがジャガーの1台を捉えようとしていますね。そうですね、コモドールが結構いきますね。そうですね、それから後方からオレンジ色のこれは現在エマニュエル・ピーロがドライブしています。28番のベンペ、これがハセビジェンスの車に迫っています。この争いもちょっと注目をしたいところです。これコモドール2番手に上がりました。あ、そうです、はい。BMW はシルツァーチューンですね。そうですね、ヨーロッパでかなり2番手ぐらい、クラスで2番手ぐらいですね、はい、走ってましたので。あ、トップがかなり離れましたね。そうですね、トップがちょっと逃げに入りましたが、はい、コモドールがしかし、これで間に割って入ってますから、どこまで追いついていくか、これが注目されます。はい、そして27番のもう1台のコモドール、これもペースを上げましてスタリオンを捉えようというところ。やっぱりなんか底力がありそうですね、向こうの車。そうですね、長いストレートだとターボの方が有利かなと思ったんですがね、はい、一歩考えてみますとトップ3車はターボなしなんですね。なるほど、みんな大排気量の大きなノンターボ、はい、ぐんぐんとトルクとパワーで走るという感じですね。さあ現在国産製で検討しておりますのはスタリオン、仙台2位からカーナンバー2、現在中谷選手がドライブ、このドライバーはブラッドレイ・ジョーンズ選手がいますが、現在中谷選手がドライブして、このマシンが2位につけたんですが、1つ今順位を下げまして4番手に落ちています。ゴルボもぴったりと後ろに来て、中谷選手かなり苦しい戦いですね。そうですね、ヘアピンの立ち上がりで、はい、ゴルボが前に出て、長谷部選手がこれで6番手ですもんね、今ね、あ、7番手ですね。中谷選手が今抜かれたのね。抜かれたのがね、はい。ですから、ゴルボはこれで4位に上がって、中谷選手が5位、そしてその後ろに、そうですね、そういう形になりますね。はい、その後ろがコモドール、コモドールであります。さて、まあ、序盤を見る限り、この後方の車まで目がいかないくらいですね、頭のそのジャガー対、とりあえずはコモドール、そして、やはりゴルボがそこに割って入ろうという展開になりそうですね。かなり面白い走りですね。ただこの距離というのはいろいろの注意であるというか、これから先楽しみがありますからね。はい、楽しみにしますね。今3周目ですか、最終通過した時点でジャガーがトップですね。それでコモドール、3位もジャガー、4位にジャガー、あ、4位はコモドールがまた上がってきましたか。2台目のコモドールが4位ですね。そうですね、現在レースの方はこれからこのトップを行きますジャガー XJS52 番の車が18周目に入るところでありますが、このあと32番のボルボ 240T、 14番のホーテンコモドールと、まあ、続いているわけであります。スタート直後ジャガーがワンツーでこう走っていって、会長の滑り出しを見せたかなと思ったんですが、51番のジャガー5周終わったところでピットに入れませんでした。ご覧のような状況でした。これね、どうなったのかなってちょっと心配です。永田さん呼んでみたいと思います。永田さん。はい、永田です。51番のジャガーなんですけれどもね、あれだけ素晴らしいスピードで飛び出してて、もう我々期待をして見てたんですけども、突然ね、ピットロードをゆっくりと進んできました。そのままガレージの方におっしゃられていきましてですね、リタイアということなんですけど、どうも年圧っていう噂もあったんですけど、油圧の方のトラブルでこのまま走ってはエンジンがダメになってしまうということで、トム・ウォーキンショー自らステアリングを握っていたんですけれども、そのままこの場でコックピットを降りましてヘルメットを脱いでしまいました。ちょっと残念な結果です。そして今またですね、24番のスカイラインが、これも左のフロントのブレーキを引きずってのピットインと、激しいレースです。早々にこうピットに入ってくる姿も目立ち始めました。あと4時間半まだまだレースこれからですが厳しくなりそうです。はい、という永田レポートだったんですが、高原さん、やっぱりもうレースってのは分かんないですよね。ポールポジション取ってね、あんだけいいスタートを切っていたんですが、いいペースだったんですけど残念ですね。はい、さて、このツーリングカーといいますと、本場はなんといってもヨーロッパなんですね。そのヨーロッパの選手権、こちらの方の人気も大変なもんなんですが、ちょっとご覧いただきたいと思います。ちょっとお話が出ました、トム・ウォーキンショー、こちらがあります。ローバーの方が大変素晴らしい成績を今年は残しました。ヨーロッパ選手権なんですけれども、ETC から TCC、 そして来年からは WGC という感じになりますが、大変ハードなレースで人気があるようです。ツーリングカーのチャンピオンシップ14戦までありまして、ご覧のような成績になっているわけなんですね。クラス1の方ではトヨタカローラが、
チャンピオンになっています。坂田さんね、日本でもツーリングカーの選手権、一昨年からですかね、去年からですか、去年、今年2年間行われておりますけれども、現在トップに来ておりますが、今まだですね、まあ、この辺りのレースもだいぶ過酷になってきましたね。皆さん慣れてきた部分もあるんでしょうけどね。そうですね、だいぶこの力量が接近してますんでね、はい、非常に難しいレースの一つですね。こうあの各サーキットをこういわゆる厳選をしていくということで、スピードだけじゃないね、はい、ところも随分見られますので、これはご覧いただいておりますのが第3戦スタリオンが勝ったレースですけれども、日仙台、これは新しいレースなんで必要なんですけれども、こちらではカローラ FX が勝っております。まあ、この時は雨で大変ハードなレースだったんですけれどもね、このミノルタ R7 戦トムス FX ですね、各シリーズポイントはご覧のようになっております。現在トップはスカイラインに乗ります鈴木陽、そしてチームメイトの和田がこれを追っているというような、こんな感じになっております。さあレースの方に戻ったと思いますけれども、さあまたジャガーが迫ってきてます。ジャガーの後ろゴルゴも迫ってきていますね。矢橋さん実況お願いします。はい、先ほどちょっとこの1位の間隔が迫ってゴルボが非常な追い上げですね。直線にかかってきました。そうですね、もう30メートルないですね、これはね。ないですね、ギリギリの追い上げですね。あの昨日話ではドライバーがですね、はい、ゴルボのドライバーなんですけど、予選ではちょっとダメだったけどレースではいけそうだよ、はい、言ってたんですよね。やはりあの明るさは不気味でしたもんね。そうですね、それはやはりシャミ線を引いてたというタイムかも分かりませんね、昨日は。一旦は3秒近い差があったんですが、それをまた縮めてまいりました。カナンバー32のボルボ、そしてもう1台のカナンバー31の方のボルボもじわっじわっと上がってきて、先ほど6番手まで来たんですが、今ちょっとなんかオイルを拭いて通過をしたような感じがいたしました。順位は依然として先頭カナンバー52のジャガーが占めています。その後ろぴったりところをマークいたしました、カナンバー32のボルボ、そしてその後ろにカナンバー14のコモドール、ちょっと2、3位からはペースが落ちます。あっと、これが31番の方のゴルボです。少しおかしいですね。おかしいですね、はい、あの状態ですとちょっとコースのどこかが分かりませんでしたが、果たしてピットまで帰れるかどうかということです。エンジンかも分かりません、ね、もうドライバーが降りましたね。降りましたね、はい、31番ドライバーと言いますと、今一番前に近いところですね、はい、これは予想がどんどん外れてきますね。そうですね、とにかく優勝候補の両翼から1台ずつが崩れていったわけですね、はい、6番手までじわじわっと浮上してまいりましたカーナンバー31でしたが、結局どうやらマシンのトラブルのようで1コーナーのあたりで車を止めてしまいました。さあ21周に入ったところです。21周終わったところで先頭カーナンバー52に全部して変わりません。そして犯人のゴルボがプリオザに行きます。その後ろ14番のコモドール、ここまで全く変わる。さらにもう1体のコモドール、これも4番手をキープしています。そしてカーナンバーにセンター2の中屋、今デポートが入りますね。今23番ピット、カーナンバー7番のミノルタ FX が入ってきたんです。関谷選手のドライブなんですが、左のフロントの異常を訴えました。で左のフロントのタイヤを交換で、その間にわずかですが休養しまして、関谷選手のドライブそのまま戦列に復帰しました。ちょっと心配ですね。以上7番のピットガーです。現在小さいクラスでは、3番手あたりの走行になりましょうか。とにかくこれもポイントリーダーマシンですからね。そうですね、カローラ FX ですか、トヨタの、はい、かなりFF の車でこの長いストレートのあるコースで頑張ってますけどね。そうですね、まあ、軽いトラブルでとにかく一旦レースに復帰をしておりますので、この後の走りを一つ見たいと思います、はい、目がどうしても大きな車の方に行きますけどね、ちっちゃい車ですね。かなりこの車同士でね、ちっちゃいクラスの中で戦ってますのでね、もし天候が崩れでもしましたら大きな車が狙って入る可能性がありますからね。そうですよね。現在のところではカナンバーやはり15でしょうかね。そうですね、15番はスピックですね、はいはい、19位あたりを走ってますね。そうですね、もうこれは本当に一つプラス上のですね、2クラスの車の中でもいいタイムというような感じの予選タイムですね。そうですね、今18位が16番ですね、レイトンハウスベンツですか。そうですね、そのすぐ後ろにつけてますね。後ろですね、はい、先頭は1分40秒優に切りまして、先ほどまでは38秒台の走行、ちょっとペースを落として
先ほど手元で計測をいたしましたら1分39秒88ぐらいの走行です。どうですかこのペースは。このペースはかなり速いペースですね。40秒切るぐらいのペースでいくと思ったんですが、かなり最初から飛ばしてますね。予選から約何秒落ちになりますかね。これは4秒ぐらいですか。結構速いペース。このまま最終まで走りますとかなりの距離を、去年が177周でしたか。そうですね。それを超えるラップが出ますね。180周いきそうな感じになってますね、はい、さあその1クラスの先頭を行きます。現在総合18位を走行、無限シリックです。2位のボルボのすぐ後ろについているレンツですね、白いレンツ、はい、地球丸ですが、これはヨーロッパで PCC でかなり速い、この34番ですね、はい、プラス2でぶっちぎりの速さを忍べるというところですね。ストレートでもなかなか離されませんね、クラス3の大排気量じゃと、はい、かなり頑張ってますね。昨日の予選文句なしのクラス2の一番速いタイムです、はい、そして今日もクラス2でもちろん今、先頭を走行しています。さて1、2が入れ替わりました。合衆が入れ替わったようですね。そうですね、これはボルボが頭取りましたね。そうなるとジャガーが今度は離れないでついていくと、敵がすごいですね。やはりヤビンの立ち上がりです。ここから右へ 300R、 その向こうにニューコーナー試験員があります。すでに50周をクリアしております。現在のところトップはご覧のように27番のホールデンコモドール、そして2位に32番のボルボ 240T と、以下ご覧のように続いているわけなんですけれども、まあ、高原さんね、ボルボがつい先ほどピットインいたしまして、その間にちょうどコモドールと順位が入れ替わりましたが、そうですね、でもコモドールも最初のピットに残ってますんでね、はい、まあ、それにしましても26周目でジャガーを捉えてからのこのボルボの走り、非常に安定していると思いませんか。そうですね、安定もしてますけども、非常に速いペースですね、はい、予選より2秒から3秒遅いぐらいですけどね、はい、ものすごいペースですね。そして画面が捉えました、これからヘアピンにかかるこの27番がホールデンコモドール、現在トップを行くマシンであります。さあそれではこの間20周から50周アップクラスのレースの展開、ちょっとここでご覧いただきたいと思います。まず先頭を行っていましたジャガーがですね、高原さんピットインいたしましたけれどもね、はいはい、ご覧になっていましてどうでしたか。そうですね、突然だったんですけどもね、はい、何か燃料系のトラブルみたいですね。これは、右フロントタイヤ交換ですね、はい。まあ、このジャガーは51番のジャガーがね、早々ともう姿を消してますんで、どうしてもこの52番に頑張ってもらわないといけないわけですがね。そうですね、2台のチームのうち1台潰れてますからね、はい、相当必死な状態じゃないですか。TWR のオーナーのね、総合決勝という人ももうやっこきしているんじゃないかというね、そんな気持ちですよね。さあそしてこちらが5番のスタリオン、ベテランの高橋選手が乗り組んでいたんですが、こちらはどうだったんでしょうかね。これは何か予定のことのように見えますけどね。そうですか、はい。さあそしてここまで2位に最初をつけておりました14番のコモドールなんですが、第1コーナー、これは38周目でした。ブレーキングのポイントですね、なんでしょうかね。第1コーナーですけども、ちょっとオーバースピードで入ったみたいです、はい。さあ、そしてこれがボルボ 240T、 先ほど行われましたピットインの模様です、はい。これ見てますと、ポジションももちろん予定通りのピットインなんだと思いますが、そうですね、これは全く予定通りだと思います。手際がいいですよね。非常に速いですね。まあ、昨年もこの富士では独走を、ね、していたボルボなんですが、はい、昨年はワントゥーフィニッシュですか、はい。しかしこのボルボが本当に素晴らしい、まさに安定した走りを見せておりまして、また順位が入れ替わっております。レースの方は現在この32番ボルボ 240T が52周を終わったところで、現在トップに躍り出ているというわけであります。さあレースの方はまだまだ1時間半にこれからなろうというところ、5時間の長丁場でございますので、2位のこのジャガーまだまだどんな展開になるか分かりませんけれども、この富士スピードウェイ、車に積んだカメラからちょっとご覧いただきたいと思います。20番のオートテックスカイライン、柳田中川両選手の車に、
カメラをご協力いただきまして乗っけているわけなんですけれども、スピード感、臨場感などをご覧いただきたいと思います。現在11位を走っている、ね、この20番のスカイラインですけれども、高田さん、やはり相当難しいテクニックなんですか。そうですね、ちょうど今最終コーナーですか、直線につながる最終コーナーですけれども、ね、ここは4速全開、はい、下に出ている数字はあれエンジンの回転数ですね、はい、これで今5速に入りましたね、はい、これで、ピット前を通過します、うん、このあたりはもちろん5速のフルスロットルですね。もう本当にこのあたりは最高速をできているところなんでしょうね。そうですね、これから急に減速しましてね、はい、5速から2速まで落としまして、はい、この第1コーナークリア、ちょうどこれが第1コーナー1つ目のコーナーですね、はい。まあ、今年からこの第1コーナーもね、新しくなったということで、はい、今までとは攻め方もちょっと違ってきているのかなと思うんですが。そうですね。さあ、そして、260R から 100R というところですね、はい、ここがね、これがヘアピンにつながるミニコーナー 100R ですね、はい、ここは3速で今ちょうどアクセルコントロールしながらヘアピンに向かって、これから前回、はい、この辺で減速するんです。これがヘアピンコーナーですね。このヘアピンもちょうど下ったところにありますんでね、非常にブレーキが難しい場所です、ね、はい。さあ、そしてヘアピンをクリアいたしまして、緩やかな直線からさらに緩やかな 300R という、はい、これ周回遅れですね、はい、ここは4速でちょうど全開、ここでブレーキングしまして、やはり2速まで、はい、そして試験に入ります。もうこう見ていますとドライバーの手が休まるところはないですね、足にしましてもね、手足をほとんど常時使っているという状態ですね、はい。さあ、そして先ほどご覧いただきました、これが最終コーナー、この右側に見えますのがピットロードへの入り口になります。さあ、またここでベタ踏みでずっと回転を上げていって直線に向いて、ここでシフトアップして最高速を取るわけですね。そうですね、ちょうど今5速入ってます、はい。まあ、しかし見てますとこう非常に臨場感があるんですが、やっぱ怖いんでしょうね。そうですね、怖いと思っているそんな余裕を、ね、感じではないんですけども、やはり恐怖心はすでにあります。なるほど。さて、その20番のスカイラインの前を行きます、このトップを走っておりますボルボ 240T であります、すでに54周目に、入っていますが、本当に安定した、走りを見せてくれています。それではまた実況席、矢橋さんにマイクを渡しましょう。矢橋さん、お願いします。はい、思いがけないといったのも今日は本当に多いんですが、この大体50周前後のところで予定通りのピットインをする車は非常に多いわけですね。そうですね、ガソリン補給、はい、ドライバー交換、あるいはタイヤの交換ということですね、はい、で、もっと安定してそれを行ったのがやはり現在先頭に立っておりましたボルボということになりますよね。そうですね、今もやはり先頭に立っていただきましたね、はい、そしてその後ろから先ほど一旦遅れましたカーナンバー52ジャガーの一角ですね、これがまたじわじわと追い上げてきて決まっていくと、今ですね、ドライバーがデニス・フルムというかつての F1 チャンピオンですね、はい、50歳になるんですがね、50歳、今4人クルーがいますけどね、ドライバーが、はい、その中でも結構早いと、そうですね、昔取った絹塚でツーリンカーを、ね、振り回してますね。そのフルムは1分38秒台で追い上げてますね。あ、もう早いですね、予選タイムから、ね、約3秒落ちですか。まあ、このツーリンカーの場合本当にそのある意味でですね、もちろん F1 とかそういう予選にはそれ用の腕があるわけですが、はい、そのドライバーの腕がやっぱり非常によくわかるといいますか、そうですね、そういうベテランの味というのはね、車の挙動で出てきますからね。そうですね、巧みに操ってうまく細いタイヤで滑らせながら、あるいはグリップをしながら走る、そのやり方ですね、うまさが、うまさ下手さって言ったらおかしいですけどね、はい、差がはっきりわかりますね。そうですね、まあ、その日本勢でもね、高橋美里選手とか、はい、あるいは選手、はい、まあ、2人とも今ちょうど車降りてますけどね、その辺りのその味わいのあるドライブというのもぜひとも見てほしいですね。そうですね、元昔日産乗ってました高橋選手、はい、娘選手は今日産ですけど、やはり箱を操らせるとね、日本ピカイチの腕のドライバーの方ばかりですからね。そうですね。さあ、先頭はカーナンバー32ボルボの 240T であります。現在はドライバーがチコットからオロフソンに変わってドライブが続かれています。ボルボのドライバーはいろんな職業の方が集まっていますけどね、チコットは元グランプリライダー、二輪のライダーですね、はい、チャンピオンになったことがありますね。オロフソンってのは
ボルトのトップドライバーです、はいはい、でリタイアしましたがあのグランベルト、はい、彼はスウェーデンであの電車の運転手やってるんですよね本職は。おーほーほーですからあの電車の上をきれいに走るのがうまいんじゃないかと。あーなるほど ですよね。そうですか、まあ、しかしその宣伝の下馬評といいますかね予想では今年のボルボはボルトが遅くなったのではなくて他が強くなっているのでちょっと勝ちはないだろうという見方をするボルトが結構多かったんですがその中の一人かもしれませんね僕らもね赤井さんもそうですか。そういう意味で予想外の序盤展開になったということですか、はい、よく考えてみますとねジャガーは一応3年もの2年ものですか、はい、おととしヨーロッパチャンピオンシップで見上がったと思いますね、はい、それが今2年後に走ってますからねまだでもこれだけの力があるということですね、はい、ピットロード、はい、カーナンバー2のスタジオンですね中谷選手ですか煙を吐きながら戻ってまいりました。この煙はちょっとオイルとは違いますね。違いますね。ソースとから液体から煙が出ておりますが、はい、さあおそらくピットの方では消火器などをスタンバイして待ち受けていると思いますがちょうどそのピットロードに今これはターボかもわかりませんね。ターボっぽい、はい、ターボがフローした煙でしょうか。しかしこれだけで接触がフローしていると考えなきゃ仕方がないんでしょうか、もうこれはターボかもわかりますね。なるほどね。かなり苦戦しながらもですね何回も先ほどのバーストがありましたしね走りながらも空爆手当につけていたんですが、はい、とりあえずジャッキアップが取れましてその時同時にタイヤもまあ変えておくということですね、はい、情報が入ります。放送席放送席、今すごい白煙を吐きながら2番のスタリオがピットに滑り込んできました。ドライブしていたのは中谷選手、待ち構えていたジョーン選手もちょっとびっくりという顔でまずコックピットに座り込み今シートベルトに手をかけています。タイヤが4本外れ今からボンネットが開けられるんですが、大事がないといいんですけれどもね。詳しい情報が入りましたらもう一度レポートしたいと思います。以上2番のピットからです。この2人のドライバーですけどね、はい、オーストラリアにバサーストという有名なレースがありますね、はい、そのレースでもよく組んで、そうですね、日本人コンビなんですが、どうもどうも、今年も遠征してるんですよね、はいはい、エンジン、ターボ、カービンあたりですか、水をかけて冷やしてますので、ね、序盤頑張りました、カーナンバー50のスカイライン、長谷部選手組、そしてこの2番のスタリオンですね、中谷選手組。はい、非常に期待が大きいだけに、ですね、戦列を切ってほしいところですね。長谷見選手は今13番手あたりまで落ちてますか。そうですね、13番手あたりですね。レースが始まってすでに2時間以上が経過しております。現在トップご覧のように78周目快調に飛ばしております32番のボルボ。高原さん今ご覧いただいている順位なんですけれどもね、はい、なかなかこう日本の車が出てきてくれないちょっと苛立ちも覚えちゃいますが ね上位7位までは全部何ですか、はい、まあ、こういったところ外国の車の安定した走りがねちょっと目につく今回のレースでありますけれども、そうですね、まだまだでもレースも半分いってませんから、はい、そうですね。さあその気になる日本勢の中で、だいぶ期待が集まってきました三菱スタリオンなんですけれども、先ほどピットに入ったところはねちょっとご覧いただいたんですけれども、はい、ご覧いただきますようにこれはターボを積み替えたらしいんですけれどもね、はい、そしてエンジンをかけたところがこの白煙ということでもうリタイアやむなしと、そうですね、ちょっと絶望的な状態じゃないですかね。そうですね、入ってきたところにはねすぐ水をかけたりして、はい、だいぶその修理をしようというスタッフもだいぶ意気込んだらしいんですけれども ね、ちょっと残念ですよね、はい、まあ、そういったところで三菱辺りの残念ながらリタイアということになっております。そしてトップを快調に走っております。これから79周目に入ろうというボルボ 240G、 まさに安定した走りを見せてくれています。この安定したところどこに原因があるんでしょうかね。そうですね、少なくとも今までは予定以外にピット入ってませんよね、はい、タイヤも車もそれからドライバーも全く予定通りの行動だということで、他のチームは小さいトラブルが少しずつ出てますので、ね、予定以外のピットをしないということが強みじゃないですかね。まあ、平均ラップタイムも1分39秒というところが、これはちょっと驚くべきハイスピードですね。予選タイムから 2,3 秒落ち、かなりのハイペースですね。もう何しろ2位以下のチームを全てラップしちゃってますんでね、すごいですね。
さあこの辺りどこまでこのボルゴの走りが続くんでしょうか。それでは実況の矢橋さん呼んでみたいと思います。矢橋さんお願いします。はい、本当に強力なボルゴの走りなんですが、さて赤井さんね、はい、先ほどあのスタリオンが出ましたけど、結局カナンバーにカナンバーを共に姿を消したことになりますね。そうですね、あの2番の方が派遣入ってまして、はい、サーボ交換に行きますとね、正しいんですけどやはりダメだったと、はい、で5番の方はなんかドライブジャンプとかなんかって言ってましたね、リアの。なるほど、で今あの引かれてパドックに帰ったんですけど、はい、結局タイムね、あの予選でいいタイム出してまして、かなり期待されて日本の日本車といいますかね、その中でスカイラインと並んで期待されてたんですけど、残念ながら2台とも姿を消したということですね。やはりそのカーブにとってもかなり過酷なものだなということが分かりますね、こういうレースというのは。そうですね、それとあの車がですね、はい、2番の方がかなり使い込んでる車があったということも理由の一つで、まあ、エンジンは何度も交換して、あと新しいものを使ってるんでしょうけどね、はい、その全体的なパフォーマンスと言いますかね。なるほど、残念ですね。まあ、そういった中で快速で飛ばしておりますのが依然として、ボルボであります。先ほど279キロですか、はい、最高速がかなり速いですね。やはり非常にあの立ち上がりのダイナミックさを感じますね、はい、やっぱり最終コーナーから立ち上がって、伸びですね、最終コーナー非常に大切なコーナーで、どこまで伸びるかと、それであのストレートの最高速が決まりますからね。そうですね、高原さんの話にもありましたけども、はい、あのシーカーなんかと比べますと当然その最高速に達するのは遅いんですが、ゴルゴを見てますとかなり早い時点であのマキシマムに近いところを持ってきて、そうですね、最終コーナーをうまくトルク使って上がってきて、はい、高速で飛び出して279キロ、280キロですね、はい、ちょっとあのツーリングカーとしては信じられないようなスピードですけどね。そうですね、今出ておりましたカーナンバー15、これは1クラスでありますが大健闘して現在総合の順位も11位まで上げてきております。総合ではこの、小さいところではこの他にカーナンバー25、これが現在総合の14位、14位ですか。カーナンバー11が総合の15位あたりにつけて、いずれも大健闘です。いずれも75周あたりをすでにクリアしている、先頭から 4,5 周遅れというところですね。2時間以上走りまして 4,5 周というのはかなり人でつけてますね。そうですね、このボルムが1分48秒ぐらいの速さで回答を続けております。果たして他の車が追いついていくのかどうか、現在1周以上の差を保っての回答ぶりです。16国際ツーリングカー耐久レース、まもなく3時間という時間を迎えるんですけれども、トップを回答中のボルボー、なんと100周目を本当に高原さんで、ね、まさに快走といえる走りを見せてもらってますね。予定通りという感じですね、はい。まあ、それを追いかけている車の方にだいぶアクシデントが続いているようなんですけれども、ちょっとご覧いただきましょうか。そして永田さんを呼んでみたいと思います。永田さん。はい、永田です。まずジャガーなんですけどね、はい、これはどうしたんでしょうかね。発表はですね、はい、とりあえずっていう言い方はおかしいんですけども、アクセルだっていうことでね、逃げられたんですけどね、はい、僕は駆動系、もしかしたらデフじゃないかなって読んでるんですけどね。なるほどね、はい、その辺のトラブルだと思います、うん。それにもまして改装しているのがね、はい、32番のボルボじゃないかと。そうですね、思うんですよね、非常に素晴らしい選手で、うん、はい、これがね、先ほどあのピットに入ってきましたね、ボルボの様子をちょっと今ご覧いただいてるんですけれども、はい、なんとも早かったですね。予定通りですね。チェコット選手はもうすでにスクラップ前からもうスタンバイしてましたからね、はい、もう自信満々で乗り込みました。そしてですね、今カメラさんの方に向かって微笑んでくれているのがオロト選手で、今までボルボをドライブしていた彼がですね、はい、カメラの前に来てくれましたので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。はい、お願いします、はい。素晴らしい走りですよね、この走りちょっと僕もびっくりだけど、もっとびっくりしてるのはライバルじゃないかと思うんだけど。We are amazing of your nice driving of Volvo position. The team who is surprising most. Yes, but we know since before that the Volvo is a very good car, so I'm not very surprised. But I think I have to cross my fingers because it's a long distance yet to the finish. So.
it's a lot of laps to go before we can be on the first position. もうあのボルボの走りはあのすごくいいことを分かっていたから僕は全然驚いていないよ。であのむしろこれからまだあの長いのでね耐久5時間のレースなのであのこのまま2人で行けるように頑張りたいと思ってます。相棒のねチェコット選手の素晴らしく速い選手だし、このままで行けば一番勝利に近いところにいると思うんだけども、一番勝利に近いところにいるはずなんだけども、まだまだあと2時間半素晴らしい走り見せてください。我々は期待してますから。 ボルボであります。ご覧いただいておりますのが現在の総合順位ですね。ご覧いただきますように103周すでに回っております。2位以下にワンラップ以上の差をつけています。国産勢もね、これからどんどん上がるのは頑張ってもらいたいものですね。まだまだ時間はあります。それでは実況席矢橋さん呼んでみましょう。矢橋さん。はい、そのボルボですがね、先ほど27番が、 ボルボがその前にピットインしましたので、普段はどうしようかピットインしていたんですが、続いて27番の方がピットに入りました。コモドールが入って、したがってまた周回が1周遅れということになっているようです。依然として、先頭はカーナンバー32のボルボ、そしてこれを追ってカーナンバー27コモドール、これがついています。そして風見選手が現在3番手までカーナンバー50スカイラインが移動してまいりました。これはあの戦い方非常に楽しみです。さて、 こういうふうに上の方が潰れていきますとね、あんたその一倉サーターにお活躍が期待されてくるわけですが、そうですね、現在ですね、総合の8位にカーナンバー25のアダマン・カローライフ X が上がってきています。それから総合の10位のところにですね、これはカーナンバー18のウェイズスポーツ車のカローライフ X ですね、今エンジン出てるのが今25番が映っていますね。カーナンバー2、これが総合8位を今走行中です。それから総合の12位に、これがクラス3位になっております。 ヤマトシビック65、7番、そして、もう1台キャビンシビック、これが総合12位、カナンバー85ですね、おっと、今1台が跳ね飛ばされた感じになりましたけれども、以下トランピオシビックが総合の14位、それからカナンバー11、12とトランピオレビン2台がその後ろ、続くという感じですね、18、19あたりでしょうかね、まだまだ不況の可能性は十分ありますね。そうですね、このコースではね、今FXFFシャの方がね、速いんですよね。はいはいはい、そうですね。ロナ86、A86ですか、はい、それかなり速くて、トップ1位、プラス1位、2位、3位、4位、すべてFF車ですね。なるほどね。ちょうど画面の方には99周時点の記録で出されております。先頭、この1クラスの先頭25、 カナンバー20、これが91周記録クリアした現在100周目、そして総合の先頭の方は140を回りまして現在155周目に入るというところです。先ほどちょうど2時間半の時点でちょうど90周を回ってましたね。はい、それでもう3時間ですね、そろそろ。はい、それでまだトップから5周差ですか。はい、数えてみますと、そうですね、耐久力にも、かなり可能性がありますね。そして総合の優勝、3クラスが優勝するとするならばやはり最初の予想通り大体108周ぐらいが目だと。 いう感じになりましたね。去年より数週多めという感じですね。はい、頂点を目指すには汗がいる、勇気がいる、友情がいる。誰よりも 一瞬を大切にする男たちのスーパーファイト。ピュアスポーツラジアルダンロップフォーミュラー M2。誰も履いてないから僕が履く。スキーパンツらしくないけど、 スキーパンツです。デサントラジパン新登場。トヨタ3000GT スープラ。夢の続きは
光と風を連れてきた。スープラエアロトップ発表。ファントゥードライブ、トヨタです。富士スピードウェイ86インターテック5時間耐久レース、すでに4時間を切りまして残り、1時間弱というところになっておりますが、会長にボルボが飛ばしております。高原さん、52台参加してこのレース始まったんですが、現在コース上にいるのはもう28台しかいません。そうですね、約半数近くいたいですね。はい、さあいろいろなことも起こっておりますけれども、このボルボの独走が相変わらず続いているわけであります。つい先ほどなんですけれども、2位の27番のコモドール、ちょっとしたアクシデントがありました。ご覧いただきましょう。ピットレポート、永田さん。はい、永田です。突然のこうピットストップだったんですけれども、はい、これは前の週というわけではないんですが、少し前になりますね。この時に、コース上にイエローのフラッグが出されていたんです。はい、このイエローのフラッグを、この27番のコモドールが無視をしてしまったというペナルティが下りまして、ピット通達がなされました。はい、そこでワンピットして、ピットストップ、もちろんエンジンは止めなくていいから一度ピットストップをしなさいと、そしてそのまま戦略に復帰しないということだったんですね。ちょっとオフィシャルと、そしてエントラント側と少し一言二言あったんですけれども、ルールはルールだからと気持ちよくね、この判定を受けました。あとは戦術に復帰して、トップを走るボルボを追ってもらうだけと、そんなところです。はい、ありがとうございます。高原さんね、これ以外にも3位に走っておりましたね、77番の車がやはりバーストをしますとかね、もうボルボを助けるような展開に随分なってますよね。本当にボルボは会長ですしね、周りが脱落してますんでね、だいぶ楽な状況を隠しですね。ご覧いただきましたような順位になっておりましたけれども、ベンツがクラス10ではトップにいます。そしてクラス1の方ではカロナ・フェックスの方が今トップで快走というところでありますけれども、3位4位争い、この辺りもだいぶ熾烈になっているようです。前に見えたんですが、コモドールがストレートで、コモドールがこれどうしますか、はい、左のタイヤが飛んでますね。タイヤがないですね。どこかにぶつけましたかね。ぶつけたかボルト、これあるいは締め忘れ、いろんな条件とか考えられると思うんです。そうですね、車輪が飛んだんですね。車輪が飛んだんですね。あと5分というところですね。残り5分というところで27番を追い上げておりました。2番手ナンバー27、左のデッキングを飛ばして直線グランドスタンドの前でストップをしてしまいました。さあこうなればもう大変な、ね、そうですね、32番としては何の心配もありません。28番に2位の座が転がるとの可能性が高くなりましたね。そうですね。さあこうなりますと28番のベーンベーンの走りが非常に注目されるわけです。はい、ドライバーのピロですね、はい、あれは F3000 とかで速かったドライバーで、より息のいい人ですからね。雨の中も少ないですね、彼は。はい、ただ先頭からいかんせん3周差がありますから ね、 ね、これはちょっと難しいですね。しかしここに来て2位が転がり込むと、そうですね、そうなりますと、しかしあれですよ、和田鈴木組、そして長谷美立ち組、はい、同じスカイラインといえどもですね、表彰台を目指しての争いになりましたね。このところがそうですね、どちらかも面白いと思いますね。はい、27番が動き始めましたね。左前輪は全くタイヤがなくて止まった場所が一番不利な場所といいますかね。はい、もしピット入るにはここからもう一周しなきゃいけないですからね。このまま一周というのはちょっと無理だと思うんですよね。さあ大詰めが近づいてまいりました。そして最後のドラマは先頭を行くカーナンバー32ではなくして2番手を行く27にまず一つの筋書きを与えました。しかしこれは非常に厳しい筋書きでしたね。そうですね、この予想は全くできないことですね。そして3位から2位に移動しましたカーナンバー28ベンベー、まずこのまま走れば2位の1は深いところでありましょう。そうですね、慎重ですね。慎重な走行ですね。慎重な走行ですね。この2位と3位争いの間がどうなっているでしょうか。ちょっとタイムが分かりましたらばまた解説をしてみようと思います。11時にスタートが切られました。残りは3分を切っています。
タートは予選上位のジャガーが飛び出しました。その速さを見せつけたかに思われたんですが、トラブルが発生、そして26周目からボルボが先頭に立ちました。そのボルボ、雨の中快走を続けています。慎重に今ヘアピンをクリアしております。174周目のヘアピンです。そしてこれが小さいクラスです。総合9位に食い込んで決闘するクラス1の先頭を行きますカーナンバー25アドバンカローライフ X。 アメリカ勢一層その水を得たという感じで走行を続けています。34番がピットに入ってますので、この車だけですね、この土壇場にタイヤ交換とか。そうですね、はい、他の車はもうあと水分のまま残りを走り切るか、そういう作戦出てますね、はい、そうですね。しかしこの34がタイヤ交換を終わって6分の1から追い上げてくるというのは、はい、スカイラインにはちょっと気になるところでしょうね。そうですね、直線に出ます。最終コーナーから直線で出る、さすがのボルボも少し後輪を流すような形でそれを脚感を切りながら抑えて今直線の方向に入っています。さあ大詰めです。スリップだとね、ストレートのスピードだと落ちますからね、雨の中でね、はい。さあもうこうなれば間違いなしにボルボの方はですね、タイヤの交換はありませんので、モロールが動いてますね。これはあと残り少しのチェックを受けるまで動いていれば、はい、乾燥はもちろん OK ということですね。なるほど、肝心で回ろうというのは難しいですね、はい、少し走っておこうと。なるほどね、それで2位が3位になるか、はい、2位のままゴールできるか。なるほど、ちょっと難しいところですよね。さあ残り手元の計測では1分をほぼ切っています。さあこのまま走っていますか。カーナンバー32スコット・オロフソンのボルボ 240T であります。26周目でトップを奪いました。このあと1回だけピットインの時に本当に1周だけトップを明け渡しておりますが、その後はがっちりとこのトップの座をキープしています。そうですね、この週でおしまいになりましょうか。週あるいはもう1週か、もう1週あるかないか微妙なところですね、はい、もう 300R に姿を消してニューコーナーの方に向かっています。さあこれからニューコーナーに入ろうという、これが先頭のカーナンバー32のボルボであります。試験に通過して次の週ですね、最終コーナーが違いまして、さあ果たしてここでチェッカーが振られるのかどうか。 250R から最終 150R に先頭が出てまいりました。カーナンバー32ボルボ、さあもう1周あるのか、あるいはここでチェッカーが出るんでしょうか。時間はほとんどありません、時間はほとんどありません。直線出てまいりました。チェッカーはまだ振られません。あ、チェッカーです、チェッカーが出ました。今チェッカーフラッグが振られました。カーナンバー32見事に優勝を飾りました。ボルボ 240T、セコット・オロフソン、最後はロフソンがステアリングを握ってコントロールラインを通過したところであります。さあそしてロフソン各マシンがチェッカーを受けますが、カーナンバー25、これが小さいクラス1クラスの先頭を行きます。現在総合で9位です。本当に水を得た魚という言葉がありますが、その通り雨の中快走を続けております。ヘアピンにかかります。前を行くローバービジスを追いかけてみせますからね。コーナーの内側からね、いいのを取って置くっていう、そのエベルのね、そうですね。あ、そしてヘアピンのところに先ほどまで2位をキープしておりましたカーナンバー27、これは本当に大でしょうね。コモドールがゆっくりと降りてまいりました。なんとかチェッカーを受けようというところです。あと難所は試験ですね。そうですね、この試験をねクリアすればチェッカーを受けられると思うんですよね。やはりこれもレースなんです、これもレースなんです。さあそして総合9位からうまくいけば8位入賞も可能性が出てまいりました。カーナンバー25アドバンカラオラ FX、 スカイラインの背後からしっかりつきまして抜きました。さあそして今これは、2クラスの先頭を引きます34番のベンツの姿が見えましたね。タイヤ変えてからすごく勢いですね。そのベンツがチェックを受けました、はい、そして続いて今カーナンバー25プラス2そしてプラス1のそれぞれのトップがチェックを受けています。そうですね、すべてチェックを受けました ね、 プラス2のトップはカーナンバー34のベンツ 190E、
スノーテック、そしてクリーニーが組んだフランス人コンビ、そしてクラス1の25はエドモン・カローラ FX、鈴木健一と岡田秀樹が組んでいます。鈴木選手組は去年に続いての本当にいい成績ですね。まだコモドールが来てますね。コモドール頑張っています。視点は出ました。最終コーナーですね。最終コーナーですね。サスペンションの路面を走ってますからね、火が見えてますけどね。はい、ということで、ボルボ 240T が昨年に続きまして見事に完走、そして総合優勝を果たし遂げました。高原さん、ボルボの強さとともにこの後半最後に詰めに来て降った雨が思わぬドラマを生みましたね。しかしながらボルボのチームは本当に安定しても立派なもんですね。はい、まさにボルボの強さ、こういったものをこのインターテック見せつけてくれました。それでは用意ができましたら優勝者インタビューをお願いしたいと思います。いや、それにしてもね、最後に来てこう雨が降ってきた時はちょっとハラッとしましたけどね。It was the same problem for everybody, and they told me to stay out with the slick, so I continued. I see. Ah, rain was the same for everybody, and they told me to stay out with the slick, so I continued. I see. Ah, rain was the same for everybody, and they told me to stay out with the slick, so I continued. I see. Ah, rain was the same for everybody, and they told me to stay out with the slick, so I continued. I see. Ah, rain was the same for everybody, and they told me to stay out with the slick, so I continued.それではね、その安心して、任せられるという相棒のチェコト選手にお伺いします。コメント。 Thank you very much. It was a fantastic race. Anders was fantastic. でもファンタスティックな素晴らしいゲームがレースができてよかったと言ってます。でもちょっとね、雨が降ってきた時はハラハラしてこうタイマーを覗いたんじゃないですか。 When it became raining, you were very afraid of the time.Well, we saw that that time we didn't have to stop anymore for petrol, so it was, in one way, it was good, but it was a little bit more risky. ちょっとリスクはあったけど、もうこのまま続けるしかないということで、このままオルフソン選手に続けてもらいました。これでボルボは2連勝、来年はね、選手権になるそうなんだから、またこの素晴らしい優勝を、富士で、ファンの皆さんに見せてくれることを期待しています。Next year, it will be the world endurance.というインタビューが続いておるわけなんですけれども、高原さん、本当にこうボルボが強かったなという印象が、ね、はい、大きいですね。そうですね、ボルボのチームワークの良さ、はい、チーム構成の取れた力が出しました。うん、まあ、来年からはこの大会も国際大会になるわけなんですが、その前哨戦としてふさわしい試合と言えますね。はい、そうですね、まさにその通りです。今日ご覧になっていかがでしたか。そうですね、非常に、後半スリリングな場面がありまして炎上しましたし、この種類のレースはこれから年々もっともっと盛んになるレースのカテゴリーの一つだとそう思います。そうですね、高原さん、はい、長い間ありがとうございました。ご覧いただきましたように総合優勝はボルボ、クラス1はアドバンカローラ FX、 クラス2はベンツ 190E2.3-16 が入りました。86インターテック国際ツーリングカー耐久レース、5時間にわたる熱戦の模様を富士スピードウェイからお伝えしました。ここで失礼いたします。さようなら。